つるし、つるしにいるの？つるしに住んでるってこと？それともなんか観光みたいな？すいません。こんばんは、こんばんは。今日も眠いの。今日は寝てたけど起きた。こんばんは。なんで隠す？ちょっと NG ということで。美味しい。やばい、このお菓子本当に好きなの。あ、住んでるの？え、山梨県民ってこと？ヤッホー山梨人。山梨人やばい。え、すごい、山梨住んでて STU が好きってこと？あれ、それってもしかしてもうお寿司かない、まあ、晩ご飯これではない。晩ご飯はねまだ食べてないけど、あのスパゲッティコンビニで買ったやつ食べようと思ってる。長いのが静岡。そうなの？かなぽぽ、かなぽぽなんていうあれなの、あだ名なの？菊っちーさんこんばんは、はじめまして。やっほーやほみー。あーた急すぎる、やばい。はじめまして、はじめまして。やっほー、こんばんは、こんばんは。なんとお菓子、小粒さくら棒でございます。仕事で東京から来ました。あ、そういうこと？東京からお引越ししたってことか。こんばんは。だから東京の人間だよってこと。こんばんは。リエチから来ました。あ、リエチから来たの？どういうこと？あ、リエチ配信してた。どういうこと？その私はね、明日ねちょっと楽しみなことがあるので、今日はちょっとなんかニコニコしちゃうかもみたいな。こんばんは、こんばんは。少々しようね。ミジュラルカフェ、お、ラブのタオルのジャマコさん、ありがとう。タオル、体重測定してない。そう、桜棒ちょっと食べるね。どういうこと？マジで山梨でしか見たことない。あ、リッチ配信中？リッチやばい、気まずい。それは花火大会に行ってるってこと？花火大会なのってこと？じゃあ待って、ありがとう。家で違うよ。さ、桜を食べたことない。どんな、ね、オフなんだけど、なピンクのオフかっこ砂糖味だと思ったらいいと思う。めっちゃいい音。そう、 ASMR、 ASMR です。広島、美味しいよね、美味しいよね。これじゃあちょ ASMR するね。やばい、いつも出張してるね。大丈夫？出張で山梨を行き交ってるの？本当か？笛吹市？笛吹市は、なんか葡萄農家、今からかちょっとむずかった。こんばんは、こんばんは。やっほー。気まずいといえば、まだオンラインお話会のスケジュール残ってる？どういうこと？振り替えの、どういうこと？ふがしのピンクパン、そう、こんばんは。雑？こんばんは。うまい棒の中にある味？どういうこと？そう、あのただのふがしだけど砂糖味って感じ。黒蜜みたいな味ではない。こんばんくる、やばい。こんばんは。静岡90センチ、やば。え？てか、こんばんは、こんばんは、こんばんは。やばい、みんな酒飲んでるやん。どうした？みんなどうしたの？今日日曜日もしかして？あ、今日日曜日か。やばい、こんばんは。やばい、気まずすぎるあ、スケジュール書いた前になってる。やばい、書いそう。こんばんは、調査してよね。お土産ありがとう。ん？ん？
山梨帰るたびにね、みんなにお土産を見ついてしまうんですよ私。こんばんは。毎日かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。花火大会やけど連れの子供しかなんとか、あとは先で、あ、そういうこと？自由やね。子供、子供見てる子供。あ、お盆だからか。なるほどね。お、危ない。そろそろくるくるさんぶつか。あ、でも今日お話ししましたよ。なんかさ、そう、あとお土産も渡せた。うん、ミシェがサマステ最前か。もう毎日色全部の現場にいると思われてんな。日曜日か。え、明日ジャンプ？長いのと短いのがある。うん、お盆休みか。飲みたい。やばい、みんながお酒飲み始めデーになってる。気まずー。あーね、そっか、親戚が集まるもんね。確かに。もれもれさん、バラありがとう。バラバラ、はじめまして。お、はじめまして、ありがとう。特別なもの、はい、ちょっとひいきみたいな言い方だな。違うの、モキキをね、あげましたよ。モキキプレゼントしました。富士山のね、モキキがあったんよ。だから、え、これはって思って渡しました。こんばんは、こんばんは、はじめまして、きまずあ、出した。どういうこと？いちごの日に台風。あ、そっか。え、今日 13? 来ます。なんか曜日感覚も日付感覚もない。やばい。バラや、ありがとう。モキキ渡せた。渡せました。富士山のやつ特別仕様。そうなんですよ、ちょっと秘密で、ちょっと秘密なんですけど。あ、ちなみにリサ子に、ああげてないわ。りさこにもね、個人的にお土産買ってきたんだけど渡してなかった。渡そう。やばい、バラがいっぱい。バラいっぱい、ありがとう。もりもりさん、バラバラバラパーティー、ありがとう。きまず。広島暑い。暑い。信玄餅 40% 引き。あ、そうなの？見て見ぬふり。ビールなら目の前に。やばい、みんな飲んでる。今日はアイドルと物現場でほぼ再戦。お、何の現場？尊い大野 P さん、ありがとう。尊い系、尊い系とかの、別に公衆弁喋っちゃった結婚して、やばい、結婚して、ちょっとあの本当に、ま、契約違反でクビになりたくはないということで申し訳ございません。 OK、 プレゼント、そうできました。飾られる、アホ毛。ビール10杯にラーメン、やばい。どんだけね、大丈夫、気をつけてね。また接触、言い方やめてください。接触ですけど。こんばんは。やばい、皆さんに挨拶してくれたの、ありがとう。こんばんは、みんな。こんばんは。地元でゆっくりできた、できました。なんでちょっと気持ちを切り替えてやっていこうと思います。やばい、犬を抱えてるのがバレてしまった。くそ、だるいぜ。明日ジャンプお休みなの？やだ、悲しい。あ、合併号か。もうピース見れないの、配信直撃喋り方キモ。直撃山下広島どっちが暑い？でも暑さのあれが違う。山梨はなんかこもってる暑さですよねって感じなんだけど、広島はもう暑いって感じ。毎日配信15日過ぎて。あ、本当？こんばんは、こんばんは。リフレッシュできたのでよかった。本当？そうしました。お土産も買いましたので食べます。盆地は良くない。夏、群馬の日本酒やばい。みんなお酒飲みまくってるね。吉間カラッとしてる。うん、どちらかというと。わかんない。そう、開けました。目標体重に近づいてる。いや、測ってないよな。でも、食べたと思ってる自分では。やばい、今日ご飯食べてないかも。あ、おにぎり食べたわ。安心して、みんなおにぎり食べてた。
おぶの。痩せてる？あ、違うんですよ。私の目標体重は増やす方向性でいってるんですよ。ごめんなさい、本当に何言ってんのこいつはって思われると思うんですけど、ちょっと危機的状況の体重になってしまったので、私は太っていこうっていう目標で生きてるんですね。ごめんなさい。なぎ、そう、風、あ、風ないかも。確かにあんまりね。今日はこれで、あ、飲まないんですね。今日ダメなんだ。今日はダメな日なの。おにぎりだけエネルギー絶対だ。いや、ね、なんか最近はもう眠すぎて睡眠したいよねっていう気持ちが食欲に勝ってくる。普通におにぎりはね、買いました。ワイン飲んでみ、やばいやばいよ。炎上ところの騒ぎじゃないよ。こんばんは、こんばんは。そう、そっちそっち。食トレやってない。遅い。160キロカロリーなの。セブン、あ、セブンイレブンじゃん、7時から11時もね、昔やってた的なコンビニのところでエビマヨ買いました。エビマヨが好きなんよな。本当増やしてるの？増やそう。これ以上したら心配。そう、私もそういうあれじゃないんですよね。ワインはいいぞおじさん、やばい。ワインはいいぞ。そうなの。じゃあワインが好きな方はぜひ山梨県のワインを買ってみてください。でもなんかワイン工場でなんか試飲ができる場所あるじゃん。あそこになんかブドウジュースもあって飲んだ記憶ある。ブドウジュース。こんばんは、こんばんは。うん、何でもいいの。うん、でも実家ではそう、マザーがね、マザーとファザーがご飯を用意してくれるから食べてたから。こんばんは、うん、地元帰って可愛くない？そんなことある？ありがとう。うん、ブドウジュース、ちゃんとブドウジュース、ノンアルコールよ。これはブドウジュースです。いいえ、1年後。まあまあ、何歳よ、1年後。20歳か。自分が何歳か把握してないの、やばい。あ、結婚してや。ファン君、結婚して。まあ契約違反。すいません、本当に、結婚してという言葉に関しては、もう本当契約違反ということでしか、ちょっと言えないんですよ、本当に。ごめんなさい。花火を見てください、ちゃんと。ファザーも娘帰るとき寂しかった。そう、ファザーはね、静岡駅まで。車で2時間ぐらい運転してくれるから、運転してくれた。でもうなんか早く着きすぎちゃって、予定の時間より、そう、めっちゃなんか暇で、もうなんかもう早く行けよみたいな感じだったけど、なんならヤクルト工場も。そうなの、そうなんだ。そうだ、しようね。サワー飲める、いちごサワー。サワーってどういう意味なの？でも難しい、お酒は。今更だけど来年20歳。そうだよ。え、今年の12月27日に19歳だから、つまりは来年20歳ってことだよね。やばやば、え、やばいね。え、やばい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 、怖い怖いね。お土産がワイン、あやだま、ポートワイン。そうなの、わかんないけど。こんばんは、こんばんは。あ、ハート、山ひろさん、ハートいっぱいありがとう。あ、フォローありがとう。こんばんは、こんばんは。パスタも500キロカロリーぐらい。あ、そうなの。なんかね、その7時から11時までやってたのではみたいなコンビニで、ちょっとオレンジっぽいコンビニさんの方で、そうのね、明太子のやつ、なんか冷製パスタみたいなやつ。ハートありがとう。アホギン、アホギン、アホギン。あ、炭酸水割りなの。そうなんだ。マシメイク、メイジョーの 7K。 あ、そうなんだ。何それ、知らないけど。ハートありがとう。こんばんは、こんばんは。まさか年齢詐称。やっぱり年齢詐称してるかも。それはノアだから。ノア大丈夫かな。ちょっと LINE してみよう。ハートありがとう、山ひろさん。指定席がグリーンだった。あ、帰りの新幹線。そう、指定席か、なんか混んで、なんかめっちゃ混んでたお盆だから、すごかった人が。
じゃなくて次の子供、あそうなの、子供、子供、子供が結婚したいってこと、私と気まずいのね。何歳なんだろう、あの15年後ぐらいなら考えるねって言っといて。そう、静岡駅まで送ってくれるファザー。成人式は20歳の方、成人式っていう名前消えるじゃんね。なんか成人が18になったからさ、成人式は成人式じゃないみたいな、20歳のなんとかみたいな。再来年のお正月はお酒飲む、やばいね、怖いね、あんなに小さかった、やばい、嘘しようねしようね。ナーメンは16歳、ナーはでも年齢差しをするからねえ、ノア大丈夫かな。そうなんだ、むずいわ。そう、静岡まで運んでくれる、タワー押しても押せんって言われて気持ち、やばい、それはちょっと子供、子供やめな、子供、あなたがその手に持っているかき氷が何個買えると思ってるんですかって。来年二十歳には見えない、 JK、 あ JK です、はい JK です。やばいね、来年の12月二十歳迎えるのがやばいね。こんばんは、こんばんは。年相応に見える、よかった。おしでもなんだっけな、前何歳に見えるかみたいな話をね、徳島かなぐらいの時になんかみんなと話してて、年齢不詳じゃないって言われた。信玄餅のお土産ないですよ。お盆はね特にないね。サマステ終わった、みんなサマステ終わりの方がいっぱいいるね、やっほー。そう、二十歳の集いみたいな、あ13歳の女の子、あじゃあぜひあの北沢いちごちゃんっていう子がいてねって説明しといて、説明しといてください。うーん、じゃあ13、子供って女の子って18歳で結婚できるんだっけ。あの5年後に考えとくよって言っといて。年齢差しをできるメンバー多い確かに、サンヤンさんとかアズミーさんとか、ナオピさんは逆にね、逆に差しをできるってこと。アンケート成人式、あそうなんだ、そうだかりゃ喋り方キモいな。今日はくるくるさんとイチャイチャした、あいやでもくるくるさんはあの他の人とイチャイチャされてましたよ私はでも話したよ普通に、こんばんは、こんばんは。酒蔵、あちょっとお酒むずいな、ちょっとむずいな気まず、気が合う。オールナイトフジコ、あなんかさ、あのさ番組なの、たまにさ夜に見てなんだこれはって思ってるいちごや、仕事終わった、お疲れ、こんばんは、こんばんは。久しぶりに会った、おいいじゃん、いいな、どうでしたか、あ楽しかったよね、絶対いいな。気まず、3ヶ月ぐらいくるくるさんと同い年、確かにそっか、ちょっと同い年ですよねって感じだ。そうあとの橋見たらお子さんがオタク化してしまいそうだからおすすめ、お子さん見てる、お子さん女子と聞いて、やばい女子やろ、誰何女子でしょね結婚する、やばい、あそうだよね、昔はさ48グループでやっとったもんね、めっちゃ好きだった。 JK、 ジャケが映った、やばい、ジャケさん誰とイチャイチャしてたの、内緒こんばんは、こんばんは、お疲れ様、お疲れ様。名前かわいい、ありがとう、あの13歳、あ違う、ね、待って違うっけ、こう、あやばい、めっちゃありがとう、イチゴって名前かわいいって言ってくれたの、ありがとう、ありがとう。見てる花火楽しい、何の屋台食べたの。成人式はね一緒じゃない、一個違いか。こんばんは、ショストシーンよね、あそうなの、見たことがない、こんばんは。イチゴ、あーしゃべれんかった、30年以上前に、あそうなんだ、それもレア版、なるほどね、ちょっとお菓子食べるね急に、ちょっと食べるとこ NG なんですいません。うんうんちょろい、
研究生先輩の運転手死ぬ。ちょそんなことして死なませんし、運転免許持ってないやばい、そうだよ、気まず。そうなの、流れがある。え、そうなの、やすしさんなの。私の第二の父、やすしさんが。やすしさん30万人来てるの、花火やばい。え、福岡70、めっちゃ人いるね。夏休みだもんね、こういうところ意外と少女。え、どういうこと。違う、これ名前うさぎやばい。違う、アリスガーデンで。アリスガーデンどこだろう。そうなの、女性は16歳。あ、16歳なんだ。じゃああの16歳になったらということで。子供はおらんけど、人様のお子様には楽しみせるのやばい。健全ですよ。何ですか、何なんですか。エンドレスナイト、そう、ちょ分かんない話きたわ。免許取れると、そう、あのね、免許ね取る予定あったんだよ、合宿で。だけどなんだっけ、そう、あ、そう、それこそオーディションの配信の時期が被ってたから、行こうと思ってた時期とやめました。もやすしさんではなく、やすって呼んで、いや、あの私はあのオタク出身なので、やすすって呼んでしまう時はあるけど、やすしさんって呼びますよ。やすしさんもおかしいけどね、普通に先生だね、先生あ、ハート、よしちんさんハートいっぱいありがとう。ハート痩せない、違うんですよ、違うんですよ、ハートありがとう。祖父やすしさん、こんばんは、こんばんは、やっほん。お塩さん呼びされて、きちんとした呼び名の方が忘れるとき、え、じゃあお塩さんだと思ってるもん、違うのノアが言っとってから、あーって思ってます。やすっち、やばい、やめて。お、うちは作った、ありがとう。じゃあぜひ活用して。何しよう、そう、今日リア中にママって呼ばれたの。ママって思って、私はリア中のママになった。なぜか2期になる、2期、あ、兄貴ってこと。こんばんは、遊びに来ました。お、やっほー、こんばんは、少々しようね、しようね。あ、18歳なの、どっちなの。あなたの配信の何、健全ですよ。いちごちゃんがなぜか気になる、え、それはもうちょっともうそういうことなんで、はいそういうことなんで、ちょっともうまあそうですよね、そういうことですよ健全の配信ルーム、健全だよ。やすすの由来、え、わかんない、まゆゆみたい。おきさんとパセリ散歩、え、言われる一番よく言われるのは沖さんで、次ぐらいにパセリさんとか、そう言われるかも、めっちゃ言われる。あ、マイクだ、金のマイクのやつ、のみおくんありがとう。え、くんさん、ちょ、おかしいよね、のみおくん、くんくんってこと、ありがとう。金のマイク見るとさ、希望的リフレインって感じするよね、ありがとう。ビール、やばい、道変えた、逃げたってこと。やす、メール書いた、お土産、お土産、あ、メールにってこと。くるくるさんのママ、そう、今日リアチにママって言われた、こんばんは、こんばん、だからベイビーって言ってた、ベイビーとママになった広大の庭、広大の庭ではないんですけど、奥さん推し、あーね、そうなんだ。先生のこと間違えてお母さんって呼ばない、え、たまにあるよね。でもなんだっけな、あ、なんか誰かがマネージャーさんのことを先生って言ってた、先生じゃないよってなってた、こんばんは。だってママ、そう、ママになったのかも。ちゃんとした呼び方教えた上で、呼びやすい方でいいよと言うと、お塩の、あ、そうなの、 おでも確かに OCO やだから、お塩なんよ、砂糖の可能性はないってことで、お砂糖ではないと。とんでもない数でも電波つながる、あ、確かに日本っていい、すごいね。会ったことある、ないかも、秋元康さんよな、ないかも。ママ、そう、ママって言われた、ママなのかな、ママですか、ママか。握手券を溶かす人多いけど、免許取得を溶かす、え、免許取得も溶かしたし、
見えぐり、桜坂さんの見えぐりも干してしまいました。最低ですね。こんばんは、こんばんは。ママ、そのママだったのかもしれない。リア中、あ、18歳なんだ、ママ。あ、ってことは18歳以下のメンバーに結婚してって送ってる人はもう犯罪しちゃうぞっていう意思表明かもしれないけど、大丈夫。保護者感ある、本当。リア中リリーから一歩抜け出した。パセコちゃん見は悪いかもしれない。あ、本当。パセリさんっぽい。え、パセリさんとさ、喋り方が似てるねって言われたことがあるんだけど、そういうこと？喋り方がってこと？ママだった、そのママだったのかもしれない。あ、ググタス、やばい、ググタスとかいう古の言葉やばいね、懐かしい。沖さんとツーショット撮ってきて、そう、でもこの前のカラーズの時にそう撮りたかったんだけど撮れなかった。ピエン、ママなんや、なんや、そこから草かむり、あ、確かに母ってこと、草むしりしたらってこと。ファンに対して神対応だから、あ、そう、神対応ですか、嬉しい、イエイ。モケケは人形、手がつなげ合わせられる。キンマイクはまさかシンガ、あ、そっち、シンガポールの方。ググタス知ってる、え、知ってますよ、めっちゃ見てましたよ、 Google プラス。ググタスはね、コメントの数に限りがあるからね。やばい、ハートだ、クミトラさん、ハートありがとう、ハート送りたいだ、ありがとう。ママへのレスがベイビーさ、え、娘ドーターとか言ってたけど、やだベイビーって言うとかベイビーにした、ありがとうハート。明日地下に行ってくる、あー、そういうことか、なんかびっくりした、なんか地下労働施設みたいなことかと思った、急にびっくりした。そういうことね、ライブにってこと。そう、リアッツの保護者、こんばんは。ググタスのニックネーム、かわいいね、ありがとう、キムス、ベイビーがいいって言われたから、ベイビーって言った。川里顔、あ、そういうことしよう、じゃあもう解明だ、 SST リアチにお父さんって、やばい、おかしいよな、お母さんやろ普通に、いやいや、干したもの保存してる、あのね、違うの、見ぐり、ん？見ぐりだったから、そう、あのオーディション中、あの最終オーディションの、でもめっちゃ今思うと参加できたなと思うんだけど、めっちゃ待機中で、うわ、干してしまいます、すいませんと思ってスクショしたのある。こんばんは。先生やすしさんね、会ったことない、17歳の時から投げてる、やばいやばい、キマゼット、キマゼット、やばい、キマゼットということで、滑り方とコメントの滑りが対応の仕方、あ、そうなの、そっち側がってことか、なんか、うん、あのね、顔とかは沖さんに似てるって言われるけど、その喋り方とかそっち系はパセリさんって言われることが多い、なんだろう、そうなの。自分の推しで結婚できる年齢はいちごちゃんだけ、え、やばいんじゃないんですか、ちょっとちょっと、やばいよ。似てる？似てる？ググタスの空、やばい、聞きたくなってくるね。アイドルさんの口から、イニシエ、さすが、やばい。イニシエって言っちゃった。イニシエのオタクということで。食べ物かと思った？違うよ。あ、宇宙人。そうなの、宇宙人でした。すいません。あ、待って、なんか投票しそうになった。あ、投票機能始め、あ、違う。あおい何が起きた今、待ってね、ちょっとどこまでさコメント読んだか分かんなくなっちゃった。あ、ここだ、そう、ママ、リアチにママって呼ばれる。ググタス知ってるよ、見てたもの、ググプラス結構変身、あ、ググプラスって言ってた、ググタスね。スクショしてた、あね、結婚してから誰にも投げたことないのに投げたことになる、やばい、ありがとう、投げてくれて。じゃあ初結婚して思わぬ形でってこと。おきさん、パセリさん、いちごでユニット、やばい、ちょっと気まずすぎるかも。カイジじゃない、ごめん、ちょっとあの地下労働施設かと思った。そう、ググタスコメント打つやつ、声がおきさん、話し方がパセリさん、愛の子、愛の子、労働施設かと思っちゃった。
今日からいちごニックネームママ、あのリア中にママって呼ばれるようになっちゃった。ラフラフ、え、わかんない、わかんないな。こんばんは。アホゲ、包容力が溢れた。そう、溢れててる。星、昨日帰ってきて正解だね。帰省らしい。あ、確かにもうお盆だからね。爆笑よ、お盆だから混んでるよね。ハートありがとう、クミトラさん。やばい、ハートがパーティーしてる。本日のハート会ありがとう。伊賀さん配信ね、生だけで近い技術、近いど、やばい、そういうこと場所がってこと。こんばんは、こんばんは、ハートいっぱいや、ありがとう。そう、大学も、そう、一応大学生なんですよ、私って。今一回も大学行ってないけど、休学中だから大学生でーす。ガチ恋向上する気も、星なの、優しいよね。奥田さんの昼配信、自己ちゃんのことあれやこれや話題になってた。え、ゆいながなんか、ゆいながちょっと私のこと好きみたいで、ちょっと今日今日さ、なんか、もういいや、もう友達やめようとか言ってさ、え、じゃあどうすんの、家族になろうってずっと言ってたしょうもない。こんばんは、今日も可愛い、ありがとう。こんばんは、こんばんは。イニシエのオタクってワード知ってる。え、すいません、ちょっとすいません。こんばんは。イニシエのオタク、なんか YouTube とかでさ、オタクあるあるみたいなのとか見ちゃうんだよね。山梨県台風来そう。そうだね、ぶどう、え、確かにぶどうが飛ばされちゃう。いやだ、シャインマスカット美味しかった。結婚できる年齢まで待つ。ん、子さんのオタク、そう、ママどうも、ママやばい、投票したい。何に投票。え、ちょっとメール後で見なきゃ、やばい、撮ってるの、撮ってるっていうことを言っちゃって今違うよ。ググダス懐かしい、それな、懐かしいよね。ウキさんとパセリさん、どっち推し、やばい、そのどっち推しやばいよね。あのこれでさ、どえなんとかさんですねとか言ったらちょっと炎上ですよね。私は2人とも好きです。なんなら私はオーディション配信の時に、ラジオ配信だったんだけど、そう、好きな先輩、あ、でもオーディション配信の時の好きな先輩死ぬほど上げてたけど、2人ともお二方とも書いてて、多分誰もね、そんな、私がオーディションの時にラジオ配信だったし、なんか誰推しか書いてたのか覚えてないと思うんだけど、書いてました。マイカーさん、そう、マイカーさんのね、メンバーさん全員好きなよ。あ、リエチ配信途中でちぎれた。あ、時間制限ってことか。こうし、神戸の名刺配の時、くるくるいちごと衣装店行ってくれた、お礼言っといた。あ、どういうこと、ありがとう。あ、お礼言ってくれたの、こちらこそありがとうっていう感じなんだけど、ありがとう、ありがとう。愛されてる、え私も好きみたいなやばい、ちょっと気になるからみんなやめて、見る、配信終わったら見るもんね。こんばんは。松村かおたんのコメダ、え、わかんない、かおたんさんわかる。こんばんは。ラフラフさん面白い、え、そうなんだ、アイドルさん、カイジ、そう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 、しようね、しようね。ヒラリーが13期の三船さんにママって言ってた。懐かしい、ヒラリーさんって平田さんだよね。めめ、ママコール、やばい、やだ、絶対やめて、それは本当にやめよう。ママではない、あのリア2のママではある。こんばんは、こんばんは。10分から5分おきにリオチが並べます。ん、七並べのことかな。え、七並べってさ、なんかショールームと同じ時間だよって言ってたから、12時までできるの、リエチたちも。え、そうなの。え、じゃあリエチたちと一緒にやりたい。休学中は学割は使ってない。え、てかそもそも学生証もらってない。学生証のあの証明写真を提出したんだけど、学生証くれないんだよね。ください、学割使いたいんです。福山雅治さん、そう、大学生かも、休学中、大学復学。でもそもそもその山梨だからなって。いいね、いちごの彼女は。そう、そうかもしれないそうではないんだけど。あ、そうなんだ、佐久間さんなんだね。やばい、気まずい、ちょっとノーコメント。友達を辞めてどうする。だから、え、マジで本当にもういいよ、友達辞めよう、家族になろうってずっと言ってたそう、家族になろうよっていう感じで、正晴さんですかっていう。みんなレッスンだった。そう、あのね、今日はね 2.5 期さんもいたよ。ソーダサリナさん大学8年。あ、そうなんだ、 DD やばい。
大学行ってくる、行ってきて、一押し二押し三押しを決められ、なんかむずいよねそういうの。いや一押しは決まってますよ、任せてください。もう STU の一押しは誰なんですかって言われたらもう正々堂々と答えられますので、くるくるさんって言いますよDD ってしておけば丸く収まる、うん、ZD です。そうなんだ、 MV がググダス18歳、おめでとう最年長だねってコメントしたらブロック、やばいやばいやばい、キマ Z、 こんばんはこんばんは、なんか髪がさ、こんばんは、そういきなり休学だよ、突然休学、入学すぐみたいな、あ1個目、あそういうことね、おライブサマステかな、サマステ行ってたのかな、やっほー、あそうなんだ、うん、かなう、ヒャリーママみたい、あ逆に本物のざわわがざわざわ、やばいざわざわ、神戸メイク配りもらえなかった、あらそうですよね、しようね、あそうなんだ、ググタスで投稿してた、広島なんちゃら大学に転学できますか、すいません誰かお願いしますと、学生証もらえんから、私はいつもあの髪とか切り行く時もなんだっけ、証明できないから一般価格で切ってる、バラやモレモレさん、バラありがとう、バラいっぱいありがとう、バラバラしてますね、ありがとう、これでママはやばい、でママ言いづらすぎない2文字だから、バラありがとう、クオリ使えないだから、あだるまやモレモレさん、だるまありがとう、だるまだるまする、あ間違えた、あえあごめんなさい、めっちゃすごいじゃんって感じ、今間違えてプロフィールを開いてしまったら篠田麻里子さんのやつだった、マリパンだよ、ガチ恋講座言ったのやばい、名前のとこはね、あそっか前半後半、草冠に母、そうだよ、やばいやばい、気まずい気まずい気まずすぎる、やばいやばい、一押し気まずい気まずい、こんばんはこんばんは、うん、 SK は大学卒業してメンバー結構、そう一押しはっきりしてる、一押しは、うん、言えるんです、私家族になろうよ、歌っちゃうかな、パパさんの一押しが葵さん、あそうなんですよ、私のパパは兵藤葵さん推しでして、はい、あのこの前カラーズで葵さんと一緒だったんですけど、なんだっけな、お前はもう絶対写真撮ってこいよって言われて頑張って撮りました、それパパに見せたらお前よくやったなって言ってました、そうパパね、葵さんがめっちゃ推しメンなんですよ、可愛かった葵さん、全然ことくるくるさん喜んじゃん、でもくるくるさんはまあ DD ということで、キャンパスさ歩いてたらやばい、そうだよ、でも本当にそう言える、私はもう任せてください、今日までだよ29日の申し込みおい29日なんだっけ、わかんない、最初の声の大きさに似てる、本当似てますか、やったやったねやったねって、なんかこの髪型どうなってんの、しようそしようね、推しメンが DDOK がめちゃくちゃ嬉しい、そうだよ DDOK、 図書館図書室の姫、やばい図書室、そう小説買ったんよね、読もうと思って読んでないわ、読もう、ナンバー9期生、あーそうか寝てた、やばい、自己紹介でママ呼び、やだよやめてね、ママって言っていいのはリアチューとミューポンだけだから、一般価格、そう学割があるといいよね、ママとパスタやばい、おかんやばい、コールザワワ、でもさコールって3文字よね、3文字が一番言いやすい、うん15でいいの別に北さん、北さんブラック、ママママやばいよ、母ちゃん違う、そういう問題じゃないのよ、えマウントやめてください、いいよわしはこの これがこの距離で話しましたもん、うんあそうなの、ツーマンライブ、あそうなんだ、サマステかと思った、ザワ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 、やばい、キャッチフレーズ、そうしようね、どうなんだろうね、
あ、ガチ恋工場したの。ママってお水どういうこと？パパかわいい。そう、パパそうなの。初見ないよ、パパのおしめ。あ、そうなの？一押しなんだ。じゃあ私のパパと一緒ですね。私のパパもね、めっちゃおしめ。だってなんか最近まで実家に帰ってたんだけどさ、あやさんが始まると通知が来るじゃん、ショールームの。あれ同時にパパの携帯から鳴りましたからね。うわ、絶対そうやんって思って。うわ、行くんかなパパ。勉強嫌い、私も勉強嫌い。私もね、勉強嫌いだしね、なんかやりたいこともなかったしって感じです。好きなものなんですかって言われたら、え、アイドルですって感じでした。そう、褒められた。パパダースも頑張って大学卒業。あ、須田さん、サトレージュじゃなくてガチ恋工場。じゃ、工場じゃないのよ、その、あの、やめて、生産しないで。あ、なんだっけ、ココナッツや。マレーさん、ココナッツありがとう。神戸はオタクモールある。え、そうなの、何それ、気になる。何、カラーズでめっちゃ甲高い声で叫んでた葵ちゃんの歌がひょっとしてパパ。あ、違いますよ、パパはね全然山梨にいますよ。そう、葵さんもいちごもパパさんも喜んでめでたい。え、でなんかめっちゃなんか、そう、葵さん写真撮ってくださいって言って、なんかめっちゃ迷惑じゃなかったかなと思ってるんですけど。あ、そう、東野圭吾さんのもある。あれはね、家から持ってきたやつがあるから読みたいの。えへ、コールしやすい。いつの間にか、そう、あのね、リア中とミューポンのママになった。ママ mother 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 ママやばい。ガチ恋工場ママは確かにそうだよね。やっと気づいたって言ってんのママに東京から松本に行くときオールだけ。あ、そうなの、通るんだ。ぜひあの降りてみて。こんばんは、こんばんは、はじめまして。そう、笑っちゃう。私もあの狂ってるのよ本当に。通知設定、そう、私は STU は全員通知オンにしてるけど、そう、パパもピヨンってなった。両親やせた、わかんない、やせたかも。まあ、んと撮ってるんだから撮られてもおかしくない。あ、取り返すので大丈夫ですよ。なんだかんだで頭良さそう。どうなんだろうね。でもなんかもう最近何も勉強してなさすぎて何も考えられない。ショールームの通知。神戸のライブでノーピスさんにレスもらった。いいね、ノーピさん、ノーピさん今日眠そうだった。今日さ、兵庫、香川兵庫組のメンバーみんな眠そうだった。大変だよねって思って。軽井沢か、同じとこかよ、やばい。勉強嫌いすぎて受験直前もさん B、 あ、そういうこと、話しようしよう、それはあ、結婚して、タンタンさん結婚して、まあ、すいません、本当に結婚してしまうと、まあ、契約違反みたいな感じでしょ、クビになりかねないってこと、申し訳ございませんこんばんは、こんばんは、園宮センター街。あ、そうなんだ、こんばんは。どの学年までなら勉強面倒見る。でも高校生は無理な気がする。中学生でも教科にもよるよね。あ、その肉じゃが食べてパパにもらったとろ、食べたい。え、パパがね、パパがね、よく葵さん情報をなんか喋ってくれるんだけど、肉じゃがを作るらしいみたいな情報は持ってる食べたい、ご飯作ってくださいママコールやだ、やめて知的清楚系女子。あ、そうなんですか、そうなのかも。リア中ね、頑張って。そうだよ、リア中盗撮してくれてもいいもん。私もリア中の、ね、寝てる写真持ってるもん。やんのか、やばい。大人 AKB ね、懐かしいね。頭が良くてお嬢様でママで違いますよ。ハローハロー、マーピサイシェイシェイパイさんは MC でなんとか回ってなかった、したかな、滑舌。あ、みゃおこうちゃん、ココナッツのやつありがとう。こんばんは、こんばんは。暑すぎて夢に出てきた。あ、嘘ね、はいはい、嘘でした、こんばんはあ、タクシーに乗ってた、やばい、めっちゃ見てるやん、追ってるね。パパさん、おじさんのルームフォローしてる。そうだ、フォローしてるとさ、通知来るからさ、同時になったやん、パパと。こんばんは、こんばんは。いちごの寝顔撮られた。そう、リア中に撮られた。やめてよ、リア中、リア中撮ったもん。私もごさんと大人 STU、 そう、ないのよ大人 STU とか。
まあ、18歳は大人なんですけど、パパ何歳が聞かない方が俺のためのような気がする。聞きたい。え、わしのパパはまああのうん、なんかみんなが想像する年齢だよ。別に若くもないし。そう、サンキちゃんの学力テスト、え、やばい、バカなのバレるやん。でもさ、やるとしたらさ、ミユポに合わせるわけじゃん。中学の問題を勉強しないと。でもこんばんは。キャラ渋滞が発生しそう。本当、ママアイドルってドラマ、え、そうなの、そんなドラマあったね。推しの子じゃんそれ。アイスクリームスクリーンとビビットのツーマン、あ、そうなんだ、のライブに行ってきたの。配信通知設定してる、ありがとう。みんなみんな配信通知設定って知ってますか？なんかこの辺にハートみたいなボタンがあって、そこを押しとくといいんですよ。そうそう、しようねしようね。はじめまして。あ、結婚して、ミシェル・ブリスの結婚して、ちょっと契約違反なので本当に申し訳ないということで、契約違反でちょっと結婚してしまうと、まあクビになりかねないということで申し訳ございません。38歳パパ、誕生日のくるくるさん、そうだよね、誕生日だよね。そう、みゆぽんに誕生日プレゼント私忘れた、私損ねちゃった今日。そうだよね、誕生日か。なんかさ、何がいいんだろうね。なんかこんぐらいの年代の女の子、わからない。え、渡したいけど何がいいんだろう、むずいね。端っこのマーピだけに声かけなかった、最後に振り返った、うわひどいよ、声かけて。それは結婚して、あ、すいません無理ということ。あ、待って待って、急にガーってなっちゃった。あ、レインボースター、デイモンさん、レインボースターありがとう。旋回とかの通知、あ、確かにそれはあるかも。こんばんこんばんは。設定してない、嘘、あ、嘘嘘だった、よかった、本当かと思った。一緒、あと2回押しました。あ、じゃあ3回目も押してください。じゃあなんとかして、星なのよ。白くなった、あ、違いますよね。白くなった場合もう1回押すといい感じになるみたいな。ママの年齢は非公開。ママ、あ、マイマザーってこと、いや非公開で。お嬢様キャラ、オタクキャラ、知的キャラ、ママキャラ、アイドルキャラ、じゃあもう全部一個ずつ突っ込ませて。お嬢様ではないです。まあオタクはそうなんですけど、知的ではないです、ママではないんですよ。アイドルキャラってなんやね、アイドルないよ。みんなそうなのよ、キャラじゃないのよ、事実なのよ。お断りします。それはパセリさん呼ぶ、パセリさんがお断り。あ、大喜利、奥さんコール、やばい、ママコールのカリン、超絶かわいい、奥さん、やばい、なんか苗字かと思われるよ、奥さん、奥まなみさんとか。ゆうなも二人の寝顔持ってるって言ってた、あ、そうな、私も持ってるよ。こんばんはこんばんは、かわいい、ありがとう。離婚が星になった、離婚してってこと。みゆぽんお化粧の練習頑張って、あ、そうなんだ、みゆぽん何もしなくてもかわいいのに。アイドルキャラとは、そうだ、アイドルキャラって何、アイドル、一応すいません、一応すいません、アイドルってことで。奥さんは、あ、奥田さんってこと。カナウはメンバーの全部持ってる、え、待って、じゃあ私のも持ってるってこと、待って、ちょっとそれは話が変わってくる。カナウ、そうそう、しようねしようね。アイドルキャラでしょ、キャラっておかしいね。アイドルキャラ頑張ってますね。え、すいません、みんな ST48 というグループが何か分かってますか。奥さんコールおもろいよね、超絶かわいい。オタク部屋、まあ、オタクは事実なんですけど、大喜利に強そう。え、大喜利やってみたいね。そのうち誰か最初に誰かの映画を公開、やだやだよ。お元気、お元気でございます。誰のさ、あの、ね、違う、何、寝顔が初公開されるか問題ってこと。待って待って、あ、そういう美優ぽんはメイク道具がどういうこと。俺の中ではいちごちゃんぐるぐる一途な乙女キャラ。やばい、そうなんですよ、まあ私は一途ですよっていうことを言っていきたい。キャラは作ってないよね。え、作ってないね、マジでこのまんまよ、本当に。リアチ一族は母モノモノホンのママ、あ、私ってこと、母、ママ、マジママ、ねね、ママの姉、やばい、来た、来た、
いちごシチューのママはってことだっけ、えママ母わし最近毎日配信、そう奥さんってコールやめてください、意味が分かんないですよね、本当にいちごでお願いしたいんですけど、寝顔選手権やだよ、絶対不細工の自信がある、こんばんは、こんばんは、はじめまして、可愛い素敵なアイドルですよ、やばい優しい人いる、ありがとうありがとう、ショールームで大喜利コーナー大喜利お題がむずくない、こんばんは、滑りまくりやばい、タンプレは山梨県のモケ、やばいちょっと今日あげちゃったんよな、モケケ富士山のモケケをあげました、今日タンプレ、あタンプレがってこと、寝たら即帰宅、え不眠耐久レースね、めっちゃ好きだよ私あれ、カナヌが寝顔の写真を持ってる、わからないらしい、自然体が一番、もう自然体すぎてちょっとそろそろいい加減にしてって思ってる自分でも、こんな STU メンバーはやだ、どんなメンバー、あ大喜利のお題、どんなメンバー、むずっ、こんな STU メンバーやだ、どんなメンバー、むずっ、むずいね、 STU メンバーやだ、どんなメンバーでしょう、ちょっと真剣に考えてんの死ぬけど、待ってむずいな、私もツアーで読んでもやめて、いちごで行って、いちごアイドルとして見る努力、え何だと思ってたのねえ、どういうつもり、青春18切符やばいね、それめっちゃ時間かからない、勝負の大喜利先にネタ聞いとかないと、もはやねメンバーの寝顔やだよ、リアチューの家族と話が合いそうな、えそうなの、リアチューのお家行きたい、リアチューお家入れて、一途なんでぐるぐる左かぶせの席は違うんでしょ、え説明させて、岡田奈々さんはだってもうなんかもうレベルが違いすぎるんですよ、本当に私の中ではなんか異次元なんですよ、異次元なのでちょっとそれはもう省かせていただいて、くるくるさんはもう STU のメンバーで誰が一番好きなのって言われたくるくるさんって言いますし、そうで私の STU の推しメンさんはね卒業されてるんですよね、だからそう、ひだやさんはだって好きじゃん、それはひだやさんはだってね好きなんです、はいAKB さんなので、まあもう卒業されちゃったけど、羽生さんはそう欅坂桜坂、そう関由美子さんはまあまあまあ好きということで、すいません、ママ母去年の夏アニメ、ママ母奥さん、あ違いますよ、大喜利のお題はイチゴ、どういうこと、小学生の頃いちごいっちゃんとかあったけど、でもそれは全然あんま呼ばれてなかったの、なんか小学生じゃない幼稚園の時にいっちゃんとかあったけど、でもそれはもう小学校では呼ばれてない、なんかそれはお母さん、友達のお母さんとかには呼ばれてたけど、そう焦点違うんですよ、公開収録じゃないんですよ、安心してください、やばい見ないでください、コーンも可愛くてありがとう、ありがとうこちらこそ、STU に入ってくれてありがとう、ありがとうこちらこそ、 STU 大好き、あ大喜利上そうだよね、あのやばい、あのなんだっけ、リクアワ、私リクアワ見てたのよね、あのテレビで、テレビってかあの Hulu につないで、マダムやばい、マダム死ぬ、本日は何時までだって、あ決めてないですね、えでも1時間やってるよね今ね、ちょっとあんまり決めてない、むずい、いちごやっほー、この3期の研修どんな研修、あどういうこと、こんな嫌だってこと、瀬戸内の海を泳ごうちょっと何でもない、今の忘れよう、将来可愛い奥さん、ありがとうありがとう、きっときっと、やばいもうパクってんのよ、そのパクってるのよ、睡眠耐久、そう事前にそうで温泉入って美味しいご飯を食べさせて眠くさせるっていうシステムだよね、クローズイベントなら卒業メンバーを書く、私は足の推しメンは田中幸子さんと市岡由美さんだったの、でも卒業しちゃったね、有料コンテンツどころじゃないよ、こんなペットボトルは嫌だでした、えむずいね、こんなペットボトルは嫌だ、どんなペットボトルってことでしょう、こんなペットボトルは嫌だ、蓋が5キロぐらいあって開けられないみたいな、そういうこと
ヤネスっていうメンバー、いちごちゃんのことママと呼ぶ、あえメンバー、いやいいのよ、リア中、リア中とミユポン以外は呼ばないで、呼んじゃって怒っちゃう。車で通ったことがある山梨、本当？あやばい、今日のライブで見たメンバーも可愛いけど、いちごちゃんはやっぱりありがとう、やった、イエイイエイ、生配信、あ違いますよ、普通にあの違いますよ、リア中のママはいいけどってこと、キャナちゃんいない、あ確かに、こんな ST は嫌だ、実は全員気まずすぎる、すでに出てきた時も手がマイクではなく推しカラーのペンライト、やばいめっちゃチッ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 つって、岡田奈々さんのファンクラブ入ってるよもちろん、あのねレッスンあって、その日レッスンあって終わって、終わって帰ってきたらすぐ入った、あの年間払いさせていただきました会いたいですね、でも広島にさ10月15日に来られるよ、ちょっと行きたいよね、あこれちょマネージャーさんに言わなきゃ、えでもあちょ、うん、小島子さんと握手、えあるあるかも、あるかもだしないかも、あんまり記憶がないんですよね、小島子さんはでもグッズは買ったことあるよ、いちごくるくるサインス、ああのハートの向きってことそうそうなのよ、くるくるさんはサイアンさん推し、あとココアさん、クルクルさんとエミリンさんで、あのその天秤にかけるシステムって悪いですよ本当に、調査しようねしようねん、あファンクラブ今日までだったから入った、私はもう当日に入りました、昨日滑りまくってた、やばいケマゼット、そう私は DD で DD ですけど違うんですよ、ちゃんと全員一人一人に対して 愛を持ってるのに安心してください、キモい言い方、元気だよ、おたともオタク友達10人までは楽しい、はじめまして北沢いちごって読むの、そうです北沢いちごと言います、こんばんは、あずみさんはくるくるさんの次、ちょっと言い方悪いな、言い方悪いな、なんかなんか言い方悪いな、言い方悪いな、お奥さん、や奥さん呼び足せんくていいんだけど、そうかなお入りのコーナー、どういうこと、大学生の時合宿で行ってた、あそうなんだ、マダム違うよ、滑って落ち込んでた、やばいかな、大丈夫だよやっぱ挑戦だから、みんなが笑ってくれたら笑、みんなが笑えばいい、みんな笑ってミシェルボーイさんかわいい、ありがとうかわいいって、いえマーミョンに氷属性、クールな同僚女子、こいつやっちゃうしゃい、わかんないわかんないけど、わかった任せて、いっちゃんコールやだ、でもいっちゃんは嫌なんだよね、普通になんかいちごでいい、いちごでいいじゃん、ダメなの、研究生として、今のせい研究生としてむず、どういう立場わきまえろみたいな、どういうことあ何これ、これ何、なんだこれは、愛だ愛、山ひろさん愛ありがとう、愛何この愛、え何この愛、愛愛ありがとう愛初配信見んかった、正直3期生今まあ、やったな、あ見ないまま、え待って私初配信さ何だった、待って思い出せないんだけど、最悪絶対やばかったってことだよね、じゃあマジコッコさん推し、そうコッコさん推しだったの、私コッコさんのこと LINE のアイコンにしてたし、なんかコッコさんのファッションが好きで、そうインスタとかにさ握手会の時とかの写真とか載せるじゃん、私服をめっちゃ参考にしちゃった、こんばんこんばんは、はじめまして、やっほー、商店ファンだけあってやばい、パパは兵道さんと兵道、うんどういうこと、はじめましてはじめまして、やっほー、こんな秋元先生は嫌だ、ええ、こんな秋元先生は嫌だ、むず、こんな秋元先生は嫌だ、どんな秋元先生ってことでしょう、ええ、むずっ、こんな秋元先生は嫌だ、ライブでペンライト10本ぐらい持ってる寝顔嫌です、嫌ですよあカノンさんもね、こんばんはこんばんは、チューポンはイチゴちゃんでもリアッチはママ中身が水なのに500円するペットボトル、あそれはもしかしてちょっと
ちょっと事実か。こんなくるくるさんはやだ。どんなくるくるさん、どんな大喜利、大喜利で滑りまくってるやばい、いじったみたいになっちゃったじゃん、やめてよみんな。子供がたくさん増えた。そう、娘ペットボペベッドみたいなペットボトル、やばい、どういうことだろう。ベッドボトルってこと、あ、面白いどんな STU48 メンバーでも受け入れそうな自分が怖い。あ、どんな STU っていうメンバーだったら誰でもいいってこと。みやこちゃんファイト、ありがとう、ファイト。小島子さんのダンス、いや、涙の表面張力めっちゃ好きなの。こんばんは。お、緊急性打ちを作ったの、ありがとう、めっちゃ気になる。はい、やすこさん、はい。みゆぽんからもらった名刺の絵なんて書いてあった、キマゼットのこと。え、みゆぽんからもらった名刺の裏に、なんか独特だな、名刺の裏に、めっちゃ連絡先かと思ったら、めっちゃ警察の番号みたいな。ちょっとどういうこと、休ませてよ。 DD ですよ、こんばんは、はじめまして、はじめまして。一押しあったの DD、 そうだね、推し何人から DD、 2人以上やんだって、それはコマがつい、あ、うん、マコか、あ、そういうことか。確かに小島子さん推しっぽいね。気まず、気まず、やっほー。人生で大喜利したことない。俺も違うな、個人 FC 年間で入ろうと思ったら起きちゃうんだ。あ、間違えてますよ、うん、間違えてますよ。くるくるさん滑ってた、わかりました、いちごということで。マンジカイコール、やばい、ブリーチなんよな。もんもん、そうなの、笑わずに気まずってやめて。わしが大喜利した時、みんなはつまんなと思っても笑わないとちょっとやめてってなっちゃう。カノは、あ、そうなの、仕込んでたの、やばい。横顔が映るたび揉み上げ、そう、揉み上げないよな、ここないんです、隠しても。おこ、そうしようね。ここさん話、期三期生おる、いるよ。え、私はなんか初期の STU さんをが STU さん STU めっちゃ売ってたから、そうガチ追いしてましたのでこんばんは。あと数分、ゆずのいちごって曲、あ、そうなの、え、ゆずのいちごって曲ちょっとややこしいね、ゆずむずいね。うん、ペンライト減るシステムだった、そっか。ココさんねあ、うちわのギフトなんだ、ありがとう。あ、うちわってこと、ありがとう。はい、その準備、カラオケ配信、いや、ちょっとまあ検討しときます。宇宙人ってこんな可愛かった、あ、そうだよ、私のオーディションの時は宇宙人だった。宇宙人の画像で、あの、グリベってずっと言ってたよいしょ、結婚したかった、やばい、もうわからないのよ。ペーナ10本ってバルログ、そう、こういこう、ん、あ、コウコさんファン、そう、アンピーさん、アンピーさんはガチ勢のイメージがあるな。リエチが大喜利理解しなかった、大喜利とは何か理解しなかったってこと高松で隣の人と 2.5 期生のことあれから話してて、やばい、気まずすぎる、それは気まずっと褒めといた、ちゃんとメライト10本持つ秋元先生、そうだよ、9月3日、お、来てくれるの待ってます、来ます。くるくるさんは滑りキャラ全然、こんばんは、1枚持ってきて、やばい、ちょっと焦点かも、こんばんは。キマゼットラッパー、やばい、キマゼットでラッパーで、キマゼットするな、セット行きたいな、戦闘、やばい、やばいやばいやばい、滑ってる、意外にして、さようなら、かわいいよ、ありがとう、ありがとう。全メンバー分のペンライト、もみあげ、え、育成してるはずなんだけど入ってこないから、もう無理、これ介護の仕事してないから、すごい優しい人の、そうなの、介護の仕事ね、大変だよね絶対。この名刺配りはやだ、どこどこでも気まずい、やばい、気まずっと。初期の ST はいつから見てた、あ、マジで、あの、じゃんけん大会で発足出た時からですちょっとやばい、なんかキモいな。ノアミオに勧めといたら、あ、そうなの、ネットフリー任せて、子さん、そう、子さん初期をめっちゃ追ってたのよ、どちらかというと。そうなんよね、トマトの桃太郎、あ、そうなの、むず、トマトの桃やん、6本10本はさすがにやばい、
金入り、そうだよ。バカの七さんオタクだったからね。コッコさん、ナナさんが名指し、そうだよ。バカの七さんの権力、権力って言い方やばいな。で合格したのはココアさんとコッコさんとマリーナさんでしょ。さっきのファッションリーダー誰だと思う？でもみんなおしゃれよな。みんなおしゃれなんよね。なんかみんな系統の違うおしゃれ。私が好きな私服はリエチなんだよ。なんかリエチは結構古着系が好きで、私もねそっち系好きだから嬉しいの。なんか好きだわって思う。例えばの話、うちの表面のメンバーにするより結構同じ目に2人のメンバーにするのあり？え、いいんじゃない？どういうこと？じゃあ岡田奈々さんと村山由里さんを推しだったとしたら、岡田奈々さん村山由里さんじゃなくて言うなってことでしょ。え、いいんじゃない？全然コッコさん応援してる、応援したことある。え、わかる。やっぱさ服見ちゃうよね。ラッパーやばい、ラッパーしちゃった。神戸行きたい。 YouTube はね、あのねゲーム系見てる。ゲーム実況、ヒューゲームズさんを見てるね。最近ってか前から見てるけど、あとはワンピースの考察とか見てる。じゃんけん大会の発表懐かしくない？リオツン派じゃないのかな。あ、どういうこと？リオツンさん、どういうこと？あ、どういうことだろう、ごめん、ちょっと理解できなかった。リオツンさん、リオツンさん今日眠そうだった。いっぱい寝てほしいね。リアというとイリアイミンさんという推しがかぶる。あ、毛月リアさん。じゃんけん大会1回、おーじゃんけんパンでしょ。今のライブ説明嫌ですよ。やっぱり韻を踏んでいったってとこですね。最初の推しが一番早く、あ、そうなんだ。花火大会、お、帰ってきたの。ヤッホー、ヤッホーじゃない、おかえり。飯食うだばりよ。名刺渡した直後ファンの人が俺のターン、嫌だ長いな。こんばんは、こんばんは。飯配り、この飯配り嫌だ。どんな飯配りでしょう。なんかガチで名刺配ってると思われて、渡した人全員から自分の名刺を返されるみたいな。ちょっと何でもないわ。古着系に合う、ほんとオーディション事情詳しい。すいません、ちょっとオタクなものですいません。いちごたんとひーちゃんの秘書、あ、ほんと嬉しい、入った。いやいや、みえぽんのレッスン着もおしゃれとか本当に思ってますか？みえぽんのレッスン着、別にじゃない、脱退するあたりか初期。あーね、瀬戸内の声。あ、そうなの？夏希さん、北海道でSTのライブ、北海道行きたい。北海道小6の修学旅行以来行ってない。初期を捨てない。エミリーさんがじゃんけん大会同期の絆でユニット決まったのも知ってるんだ。え、あのさ、ユニットのやつ、ユニットのじゃんけん大会、くるくるさんの私服があり、え、くるくるさんの私服バカ可愛いよ。ってかくるくるさんが可愛いよね。ちょっと間違えた、いろいろ早いな、否定が。りょうちゃんさっき赤ちゃんだった、赤ちゃんだった。今日赤ちゃんでしたね。めっちゃ眠そうだったから、立ったまま寝てたもん。立ったまま寝てた。サイコさん、オキさん、あーね、確かに。ワンピースの考察、きてきて、ワンピース、違う、分からんのよ。ワンピースの考察を見てる。こんばんは、お疲れお疲れ。ファーストコンサート行った。あ、そうなのか。中井梨花さんが出待ちに怒ってったの、もっともなこと言ってた。中井梨花さん、昨日のリオツンファイセンは、あ、無双してた、本当。サッシーさんが、あ、誰か一人の名前が上がったら合格。じゃあ、おー、すごい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 じゃん、おー、すごい。じゃあ私も誰か一人名前を挙げてくれた方がいるってことでいい？誰？私の名前を挙げてくれた人出てきて。じゃんけん大会、ナーニャさんの VTR なんて。ナーニャさんね、大好き。スーツで横に小学生の格好したカナウさん、カナウちゃん、どういうこと？子連れってこと？名刺返そうとした、やばい、やめてください。 ST 全国番組はメープル超合金、あれね、イネモースじゃなくて、違う、イネモースじゃないわ、違うわ、瀬戸ビンゴ、あれ、瀬戸ビンゴ、いちごエンジプラスカナウスーツ、どういう状況、逆なのよ。トロミチコッコ四国とか言ってた、好きですよ、誰かといたいね、めっちゃ好き。あ、ラブのタオル、宮古ちゃん、タオルありがとう、こんばんは、
や、待って、これ今日何時までやろう。こんばんは。何時までやろう。20分に始めたやな。20分だもんね。50分にしよう。50分までやる。瀬戸ビンゴは神番組。それな、私もなんかやっぱりさ、ああいう番組があるとメンバーさんの人柄とかそういうのも知れるからいいよね。ブルーハワイご飯、そう、ブルーハワイご飯はちょっとえってなったけど、なぎふやばい、いにしえ24時、うん、違うよ、24時まで、うん、やだよ。私は今日はお片付けしないといけないぐらい部屋が汚いということで片付けて、そう、明日はねちょっとね予定があるんですよ。楽しみなんだけど、楽しみにしてる予定があるので、早寝ましょうって感じです。11時50、うん、9時50な。花火終わった途端に土砂降り、え、大丈夫なったけん、そう理由にはなってないんだけど、大丈夫そう、雨降ってきたの、気をつけて。明日仕事を頑張れ。お仕事大変よな、頑張ってください。月曜日だもんね、頑張れ。お弁当作る企画、お弁当ね、お片付け手伝うよ、ほんとにお願いしたいぐらい。10時まで、うん、うん、紫って言い方やばいな、相撲はちょっと大丈夫かも。楽しみの予定って、あ、違います、くるくるさんじゃないですよ。お出かけ、片付けてまた JC を連れ込む、言い方なのよ。やばい、スティーデム、やばいね。そう、片付けしないといけない。うん、ちょっと今回はくるくるさんじゃないんですけど、楽しみの予定があるの。10月になっちゃう、広島来るの、そう、10月15日にタワーレコード広島さんでチェキ会をするの。岡田奈々さんが、行きたくないみたいな、普通に行かせてもろてって感じ。お見送りで 2.5 期生に打ち明け T シャツ見てたけど、笑われる、やばい、存在を笑われてるってこと。片付け得意な、なんかでもスイッチ入れば片付けられる。イオンモール岡山の公開番組の菅原咲さんだけ出るから来てと配信で言ってた。どういうこと。明日美容院行くらしいの。そうなの、めっちゃ髪の毛でもさ伸びてらっしゃるよね、気になるね。髪の毛、切るんかな、伸ばすんかな、でも伸ばす、気になる、ちょっと気になってきたぜ。ありがとう、明日仕事頑張れ。お、頑張れ。可愛いイチゴに会いに来たら可愛さ増してた。こんばんは、こんばんは。正解、瀬戸ビンゴ。瀬戸ビンゴね、瀬戸ビンゴは、うん、なんかめっちゃ、なんか、なんでか分からんけど、赤リンゴさんがうどんの話してたのを謎に覚えてる。なんでだろう、一緒に残ったんかな。ナスの天ぷら食べたい、私も食べたい。そっち行こう。なーちゃん、ゆうかっぴー誘ってみ、気まずくない、全部誘う、おたかつ全部誘おうとしてる人みたいや。イオンモール岡山の公開番組、あ、そうなんだ。でも行きたいんだよね、本当に行きたくて。一人で、どうしよう、なんか誰か誘おうとしてもなんか気まずいよな、シンプルに。シンプルに気まずいな。気まずいよね。てか、誰誘おうって思ったけど、あんまりあれかも、気まずくて思い浮かばんかも。あ、リオツンさんとか。でも気まずいよね、それも。復活してほしいね。リエッチと何、星どういうこと。ナナさんに仮に結婚しますってなったらロスで寝込みますか。でも私は推しメンの幸せを祈ってますので、なちょっとはショックかもだけどって感じですね。気まずですね。わー、でもマジ絶対行きたいもんね。チェキ会だよ、チェキだよ、チェキだよ、やばくない、チェキだぜ。誰だろう、くる、あ、うん、5時か、リオさんかな。くるくるパイセンを誘拐呼びするの夢にしよう。やだよ、できません。山ひろさん、かわいい、ありがとう、ありがとう。行ったらガチオタのイチゴ、やばい、いるかもしれない。特典会に並んでるの見つけても、そう、本当にこいつ北沢じゃねって思ってもマジで無視してほしい。もう私はもうオタクモードで行ってるから、北沢じゃんと思っても、うわ北沢だわぐらいに思ってほしい。
チェキの途端オタク特有の早口になってる、やばい、すいません、ついついオタクが。チェキ、え、そうだよね、だってやっぱ AKB っての時ってチェキ会とかってあんまりないじゃん、だからね、チェキ会はやばい、目がキュルルン、ほんと結婚しますってなったらまあまあとして、いやまあまあじゃないのよ。くるくるさんはチキンラーメンパーティーの公開収録、あ、くるくるさんはのチキンラーメンパーティーの公開収録、おかしいじゃん、なんていんのお前ってなるで。あ、りこちさんね、え、りこちさん、そうだよ、確かにりこちさん、え、りこちさん行きましょうよ絶対気まずいよな、りこちさん、そう、りこちさん好きだもんね、岡田奈々さんのこと、え、確かに、え、りこちさん、りこちさんスルーします、そこは大切、こんばんは、こんばんは、おたじから出そうぜ、やばい、替え歌、ちちちちちち、おたじから出そうぜ、アクスタ飾る、あ、ちょっと一番見たら引くかも、やめてください、じゃあ、いちごとチェキ取ってる、チェキ欲しい、やだよ、絶対あげないもん、もう絶対やだよ、もう厳重に保管する、え、めっちゃさ厳重に保管してスマホの裏に挟みたいわ、そしたらもう毎日生きていける気がする、幸せな気分って感じ。え、チェキ会マジで行きたい、だってチェキ取れる、え、一緒にチェキ取れるんで、やばいな普通に、でもなんとか的に公式かな、会える環境になれそうだから会があったねやっぱそれ目的だと思われるやん、アホゲ、お、アホゲやほん、なんちゃんのイベント、ユミリンさんと一緒に、え、ユミリンでもさ、ユミリンさんはさ別に連絡が取れるじゃん、岡田奈々さんと有料コンテンツで公開、ちょっと考えとく、じゃあ機会で 7&15、 7&15 って言い方やばい、何そのなんか鉄腕の友みたいな言い方やばいけど、奈々ちゃんのチェキ欲しいあげません、じゃあ機会行かないとこ、え、そう絶対後悔する、もう本当に行きたいもん、後悔なんかあるわけないわなんて言えないよ本当にカリンチ機会やだ、私が行く、目直接見つめ、え、おし目、そうし握手会とか行ってもさ可愛すぎて目そらしちゃうオタクなんだよね、リアチューとウータン、カナウタンをお母さんにしてパパで、やばい、私がパパなの、雪帽子、かき氷食べたい、え、マジで絶対行きたい、もうマジで行きたい、本当に行きたい、お願いします、一人で行っちゃダメなのかな、うん、一緒に行く人がちょっと気まずいかも、あんまりいないから、確かに岡田奈々さん推しといえばりこちさんかも、でもね気まずいよね普通に、岡田いちご恋ないのよそんな恋は、アイドルさんが可愛いと、めそうなの、私普通に可愛すぎてさ握手会とか行ってさ握手して、え、好きなんですよみたいな、ありがとうとか言ってめっちゃ目指しちゃう、何でもじゃあ、トランケ久しぶりって言っても気まずいことになりそう、久しぶりってめっちゃ慣れ慣れしく行くってこと、お、久しぶり、元気、チェキが欲しい、あ、てかさフラッシュスペシャルのチェキは一体誰の手に行ったのかめっちゃ気になるんだけど、誰なんだろう、近いで見つめ合って、あ、見つめ合うタイプね、あ、そうなの、北海道鉄腕のトーン違う、いやとかじゃなくて、どう、なんか笑っちゃったの、ジコちゃん一緒に行くでしょって誘われてる、いいえ全然、ナナさんにファッションを褒められました、いいな、ちょっとマウント来ました、マサユミリさんに誘われる、もう喜んでついてくよ、本命と話すときは目そらす、え、じゃあそう目そらされないってことはさ、なんか気まずくないそれ、目合ってたよね話してこんばんは、こんばんは、やっほー、こんばんは、え、くるくるさんと衣装店に行った時どうやって、え、衣装店に行った時は、え、衣装店行きたいですよねって言って、え、行きますって言ってキモいな言い方、なんかキモい、ナナさんと連絡先交換したら怒られるよ絶対、ダメだよ、公演後のお見送りが一番緊張する、あーね、お見送りでもちょっと気まずいよね、メンバー特権のもらえそう、え、やだそういうもんじゃん、お金を払ってゲットするのがオタクとしての生き様、フラッシュ応募してなかった、え、じゃあ誰の手に及んだの、フラッシュの時期マジ誰が思ってるのか知らせてって感じ
目をそらしても許してね。え、あーまあいいや、いいよ、課金する、そう課金するで。あ、ありがとう、オタクの生き様かっこいいって言われた、ありがとう。知らない、あ、そういうこと、少々しようね。ほんま怒ってる顔が好き。あ、もう50分、お、ありがとう。挽回、どんな技、今日まんじについてゆいなとやった、まんじのやり方について語ってた、ちょっとお菓子食べさせてみたいな。ネタちょっと今一瞬記憶なんか飛んだよね。バナナさんがいちごちゃんガイドになったの知って、あ、知ってますよ知ってるんですよ。これがなんか豊洲ピットのあのライブの時に手紙を書いたのもあるし、でユミリンさんが普通にやばくて、聞いてください、ユミリンさんがあの6周年の時になんか3期みんなと写真を撮ってくださってて、じゃあのナユミがめっちゃ好きな話をしたんですよ、ユミリンさんにそうで、そしたらなんか その日は私岡田アナウンサーのタオル持ってそれと一緒に写真を撮っていただいたんですよ。もう意味が分かんないと思うんですけど、でそれ、え、これ私なあちゃんに送っちゃおうかなとか言ってて、さすがに冗談だと思ってたんです私だって、えーみたいな。そうしたらなんか福山のお話し会でお会いした時に、あ、そういえばあのなあちゃんがあのに送ったらなんかいちごちゃんって言ってたよみたいな、えみたいな、そう私は爆泣きするっていう事件が発生したの。やはでかりこれサインもサイン会でもらうか、もらう、そうだからサイン会でもらうから価値があるのはちょっとあるかも。あと2時間いけそう、いやです、私のプレゼント推しもね当たったことあんまないかも。 ST の、あ、宮沢沙耶さん、羽生さん、私宮沢沙耶さんも大好きなっちゃうかな帰る、なあちゃんいちごちゃんはってなる、あ、逆に滝も、そうそうしようね。カラーズのいちごのサインタオル持ってるなっちゃんと時期、あ、もう気まずすぎる、もうどういう状況って感じじゃない、気まずい。そうユミリンさん、なんか天使とかいう次元じゃないなのに、えってなってもう何があったんだろう、本当にやばいの、普通に冷静に考えてやばいよね、待って、そうだよね、普通に広島のチェキ会行きたいとか言ってる場合じゃないよね、待ってやばいな最善、普通に羨ま、そう神田公演は最善だった、自力で己の力で最善を勝ち取った人間なの。ちごちゃんはエミリーさんの次の側近、全然そんなことないよ、全然違うよ、うん、言っとくけど全然違う、ココアさんじゃない、私はココアさんに呼ばれてないって思ってるから、敵会の許可、そう行きたいからさ、うん、許可取りたいよね、とかつくためなら先輩も違いますよ、自力はすごい、そう自力の11番とかだったよ整理番号が、で最善ゲットみたいな。広島に来た時誘われる、え絶対ないよ、そんなことはないよ、どういう状況、お前さもうじゃあ本当にもしそんなことが起きたらもう死んでしまう可能性があるから、えそうちょっと死んじゃうかも。 HKT の推しメンは今村マリアさん、でも矢吹奈子さん推しだったけど今村マリアさんが好き、今はね卒業されちゃったから。えそうずんちゃんさんね仲いいよね、ユーナーズン好き、ワイラが名札つけて、違うのよアイドル運を持ってる、本当11番、推しにインチは、そうそうなのよ、普通にでも冷静に考えるとおかしいよね、 なんだろうどういう状況本当に。でも私でもめっちゃキモいさ手紙を書いちゃった記憶があるんだよね、なんかさ夜中に書く手紙って本当に良くないなって思うんだけど、夜中に書いてたよ普通に、その手紙をあのプレゼントと一緒に渡した手紙を、えマジでキモいよね、待って思い出しただけで具合悪くなってくるぐらいキモい手紙かも、大丈夫かな広島公演もあと3週間、おそうだね、頑張ります、誘われたら行く、あ行きますよもちろん、もうそれは行きますよ。ゆみりんさん一応ご飯行く、なあちゃん来るよみたいな、あくるさんないよそれ、そんな状況はもう無理なんですよ、普通に無理、てか私もうゆみりんさんとご一緒する機会が一生ない気がする、どんどん美人さんになったらありがとう、優秀不難民といちごも狙ってる、狙おうかな、詩人になった、そう夜よ僕を詩人にするなで、うん、そうなんですよ、夜中に書く手紙やばいよねマジで、もうなんかさあの保存用にその書いた手紙をね
ちゃんと写真撮っといて、前この前見た時、え、そう、キモすぎるってなって具合悪くなってきた。え、でもそう思うとさ、え、なんかさ、そう思うとさ、チェキ会行けないかも。待って、チェキ会に行ったらさ、え、こいつあのあいつやんって思われるよ。待って、うわっ、手紙背景小冊子よね、プレゼント送って YouTube に移ろう。え、そうなんよ、私さ送ったんよ、ハンギョドン。あ、てかさ、見て、ハンギョドンのさ、私山梨からさ帰る前にさ、ハンギョドンの一番くじあったから、ハンギョドンやったら1回だけ引いたらぬいぐるみ当たったのごめんごめん、急にハンギョドンの話。そう、ハンギョドンのあのなんだっけ、タオル、あの頭にかぶるタオルみたいなやつあげた。ちょっと何やったか分かんないよね。黒歴史、オタクの栄光の歴史、夜中テンション、もう本当に夜中ってよくない、もう保存しそんなにゃ。山口の名刺配り、お、いいじゃん、気まず、夜中の手紙当たり、夜中の手紙やばいよね、待って、あれは出しちゃったんだよ、もうやだ、もう最悪、リリックでやばい、ラップ送った、そう、ちゃんと、え、しかもそれをあのお話し会の時にも、あ、手紙見たよって言ってくださってたし、そう、ゆみりんさん伝えでも見たよって言われてるの。本当に無理、終わった、終わった、マジで違う、本当にみんなが想像 してるあれじゃないぐらいキモいのよ。思った、可愛い、なんか大好きですみたいな、そんなレベルじゃないぐらいキモいのよ、本当に最悪。何やってんねん、北沢、今日なんじゃ何とかしてきましたって言ってる世界線ないよ、何とかして、杉育人、そう、これなの。ハギドなんじゃ持ってさ、お揃いハギドン送ろう、あ、これをプレゼント、なんじゃが、そう、みゆぽんさん、みゆぽんさんって言っちゃった、みゆぽんもおしめん、おしめんじゃない、おしキャラ、ハギドン、あなたの手紙は年月日、そう、あ、みゆぽんにサンプルあげたいけど、これ、あー、でもやだ、これは私がもらう。みゆぽんのタンブル、ハンギョドンなんかでもいいね。そう、夜中の手紙、ほんとにやばい。なんと配信ヘアバンド使って、あ、そうなんだ。ギリ、なんとか、欲しないよ。手紙の内容は有料コンテンツ、もうほんとにちょっと、もうほんとに見せられないかも。覚悟を決めないといけないレベル。ハンギョドン、そう。堂々として、アイドル一応出したらあかん。ハンギョドンって、イケちゃんさんのマネージャーさん、ハンギョドンみたいなマネージャーさんいる？待って。ハンギョドンみたいなマネージャーさん、え、ハンギョドンみたいなマネージャーさん、あー、あー、うん、あー、なるほどみたいな人は思い浮かぶけど、ハンギョドン呼びなの、合法、北海道の間、え、そうなの、走るの、夜中のツイート、夜中よくない、あ、やばい、時間やばい、なやばいじゃん、みんな言ってよ、気まず、手紙モバイルで読める、あのいつか考えておきます。ハゲドン谷田お前、あ、そうなの、ガチオタ確定、プレゼント楽しみにしてるって言ってた、 OK、 明日の配信で手紙書く、あーって心当たり、ちょっとまあ、うーん、まあこの人かなみたいな、マネージャーさん、そうなんだって感じ、あ、マネージャーさん、あの方なのかなっていうぐらい、ちょっと待って、可愛いオタの会話ありがとう。そう、ランキング読むね、よし、15位から読みます。15位がみやこちゃん、14位がイケピスさん、13位が豊中のひろさん、12位がマルスさん、11位がオノピーさん、10位がフェラペチーノさん、9位がゆきひらさん、8位がルディエカさん、7位が長崎ゆみあったまくアリスさん、6位が青吉さん、5位がリカさん、4位がなちゃまこさん、3位が山ひろさん、2位がりきぬさん、1位がもるもるさん、ありがとう、ありがとう、ざむらいでございました。髪伸びた、伸びた、キマゼットを広めよう、絶、ありがとう、本当ありがとう、みんな。ということで、本日はちょっと早めで出したんですけど、終わりましょう。おやすみ、おしゃ、明日楽しみなことがあるのよ。待って、メール、メール2通しか送ってないんだけど、許される、許してね、おやすみ。来たばっかり、いや、来たばっかじゃないよ、バイバイ。来たばっかり、やばい、バイバイ。おやすみ、おやすみ、おやすみ侍、そう、片付けます、バイバイ、切っちゃうからね、はい、起きれ、バイバイ、おやすみ。